音楽のあたりをご覧の皆さん、どうも、K です。最近のマイブームって言いますと、僕やっぱりこう食べることがとても好きなんですよ。で、この食べるシチュエーションっていうのもとても大事なんですけど、まあ、外に出て、美味しいお店を探して、食べるのとか、まあ、人から聞いた情報でお店いろんなところ回って食べるのがすごく好きなんです。その中でも最近とってもハマってる食べ物、これは、ファミリーマートのお母さん食堂。お母さん食堂っていろんなところにありますね。その中でも一番ハマってるのが汁なし担々麺。もう一度言います。汁なし担々麺、これ600ワードで、4分30秒で出来たての汁なし担々麺が食べられる。値段は、お値段を皆さんで調べてみてください。これすごくちょうどいい辛さ、そしてこう麺の、弾力、本当にお袋の、お袋が汁なし担々麺を作ってくれたかどうかはちょっとわからないんですけど、とにかくその癖になる辛さと口でこうずっとこう残る、こうなんだろうな、甘辛い感じが本当に癖になると思います。そんな、僕 K でございますが、10月30日にニューアルバムキュリオシティをリリースいたします。このアルバムはですね、キュリオシティ、好奇心という意味なんですが、自分の好奇心をこう動くまま、制作をしたアルバムで、とてもこうアップチューンの楽曲もあったり、ノリノリで何々をやりながら聴く音楽もたくさん入っておりますので、いろんな場面で楽しめる、アルバムになっております。その中でですね、映画閉鎖病とそれぞれの朝、鶴瓶さん主演、の映画なんですが、とてもこうハートフルな映画の、主題歌を光る空青くっていう楽曲を僕は担当することになっておりますので、よかったらそちらの方もぜひチェックしてください。以上、Kでした。